江尻慎太郎は、宮城県仙台市宮城野区出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、スポーツキャスター。進む学校の仙台第二高校野球部時代は、エースとして活躍し、3年春の県大会では、強豪の仙台育英高校を破って、大会を制し注目を浴び、東北大会では、準優勝も経験した。3年夏は、 県大会ベスト8で終えた。慶応義塾大学の当時の監督、後藤俊彦から誘いを受けるが、2年間浪人した。3度目の受験で、早稲田大学社会科学部に合格し入学し、2両の末に早稲田大学に入学したという経緯が同じこと、低名の請求力から小宮山悟二世と呼ばれた。大学1年秋の総慶戦でリーグ初勝利をカンプルで飾り、 インタビューで、慶応義塾大学、ザマミロって感じですと答えている。その後も総慶戦では、無類の強さを発揮し、1年秋、4年春、秋の、計3度先発して、完封2度を含む、負けなしの3勝を挙げ、計27イニングでわずか1失点だった。4年秋の総慶戦では13安打を浴びながらも、完封し、慶応大の完全優勝を阻止した。2年春に、 右肘の人体帯を故障し、3年時には登板しなかった。4年秋は1学年下の和田武氏と2枚看板として奮戦し、7試合43回に3を投げ防御率1.62と抜群の安定感だった。リーグ戦、通算28試合で5勝6敗、防御率2.49、112奪三振の成績を残した。11月12日に、 日本ハムファイターズへ自由獲得枠での入団が内定した。当初、日本ハムはドラフト1位で寺原隼人の指名を予定しており一転しての獲得だった。11月19日2001年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムに自由獲得枠で指名された。小宮山が横浜時代に着用していた背番号27を背負うことになった。 7月11日に長野オリンピックスタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに選出され4回から2番手として登板し1回を無失点に抑えた10月5日に初めて一軍出場選手登録されると同日本拠地東京ドームで行われた対大阪近鉄バファローズ戦に6回5点ビハインドから3番手としてリリーフでプロ初登板し先頭打者の水口英治に レフトにソロ本塁打を打たれ、1イニングを投げ1失点という結果だった。10月11日の対チバロッテマリーンズ戦では8回2点ビハインド、1C1 塁から登板し、堀光一を閉殺に打ち取った。1軍では以上2試合の出場でシーズンを終えた。イースタンリーグ公式戦では16試合、63イニングを投げ防御率4.00だった。 2月24日に佐々木希がと渡米し、アリゾナ州通村で行われるアリゾナダイヤモンドバックスの春季キャンプに参加した。3A の試合ではカートシリングの後を受け2番手で登板し2イニングを無失点に抑えるなどリリーフとして経験を積んだ。開幕は2軍で迎え、4月30日には自身の誕生日にノーヒットノーランを達成し、イースタンリーグ特別表彰を受賞した。 6月3日に一軍へ昇格し、同日リリーフで1回を無失点に抑えたが、登板機会がなく1試合のみの出場で6月9日に抹消された。9月24日に再昇格し、同日の大福岡大英ホークス戦で、プロ入り初先発を果たしたが、2回に鳥越雄介の2点タイムリー、3回に松中信彦のソロ本類が、 ペドロバルデスのタイムリーで4点先行され7イニングで降板した。なお、味方打線の奮起により負けはつかなかった。9月30日にも再び先発の機会を得たが、近鉄打線に越され、10月5日に2軍降格となりそのままシーズンを終えた。2軍では規定投球回を投げ、チームトップの防御率3.20、9勝、3関東を記録し、 リーグ優勝に貢献した。11月11日のファーム、日本選手権で7回2点ビハインドから登板したが、斉藤秀光に、ソロ本塁打を打たれ2回1失点に終わった。4月21日に一軍へ昇格し、同日の対埼玉西部ライオンズ戦で6回に、3を投げ3失点と高騰し、プロ入り初勝利を挙げた。4月28日に、 北海道移転後の本拠地札幌ドームで、初出場初先発したが、3回に6連打を浴び4、失点し、打者15人、2回0、3でプロ最短個となった。その後再び越され5月6日に2軍へ降格した。7月20日に再昇格すると、同日の西部戦で先発し、4失点しながらも、本拠地初勝利を挙げた。 8月4日に先発で3試合3連勝を記録した。8月11日に7失点し、8月14日に再び降格した。9月4日に昇格し、先発で勝利したが一旦抹消され、9月23日に再昇格し1試合先発して、レギュラーシーズンを終えた。先発9試合で5勝1敗と勝ち越し、チームのプレーオフ進出に貢献した。 プレーオフでは、レギュラーシーズンで西部に3勝0敗という相性を買われて10月3日、第3戦に先発し、ポストシーズン初出場、初先発を果たした。初回に3点の援護を得たが、3回にアレックス・カブレラに満塁本塁打がア逆転され、3イニング4、失点で降板となった。なお打線は9回に同点に追いつき自身の負けは消えた。 オープン戦から好調で3月30日に一軍に昇格し同日の西武との開幕第5戦から先発ローテーション入りを果たした4月6日のいわきグリーンスタジアムでの東北楽天ゴールデンイーグルス戦での先発では7回1失点の好投でシーズン初勝利を挙げた4月25日の対福岡ソフトバンクホークス戦で 自己最多の三本塁打を被弾し3回途中で越された。5月14日に本拠地札幌ドームで行われた対横浜ベイスターズ戦で打者29人を無失点に抑え、交流戦初勝利をプロ初完封勝利で挙げた。この試合を境に調子を崩し、5月21日の対読売ジャイアンツ戦で先発したが請求が定まらず、特に 国母勇気には初回に二塁打、三回にも二塁打、四回には左中間看板を直撃する145メートルのに乱本塁打を打たれ、四回途中七失点で越された。打った瞬間に本塁打と分かり、怒りのあまり打球の行方を見ることなくその場にグラブを叩きつけ話題となった。この頃、中継への転向をトレイヒルマンに訴えたこともあった。 6月1日の大巨人戦では6回1点リードという、プロ初のホールド機会で登板し、6回を無失点に、抑えたが、7回に連続安打から斎藤義士のギザを、自身がエラーして、無満塁とし、西俊久の併設打で同点に追いつかれて、救援失敗した。その後は再び先発に戻り、6試合に先発し2勝1敗と、勝ち越したが1試合も6回まで持つことがなく、 7月15日の試合で5回途中7失点個により、防御率も5.79と悪化したため7月16日に2軍へ降格し、そのままシーズンを終えた。3月2日の楽天との開幕第2戦から先発ローテーションに入った。4月9日の大西部戦では、アレックス・カブレラと胸元への投球をめぐって、言い争いになる乱闘騒ぎとなった。 4月23日時点では、チームトップの3勝を挙げるなどを好調で、5月13日の、対横浜戦で7回1失点の高騰で4勝目を挙げ、チームを3連勝に導いた。しかし調子は続かず5月27日の対東京をヤクルトスワローズ戦で2回0、3、自己アーストの打者12人で、プロ最短クを更新し、2連敗により2軍へ降格し、 イースタンリーグ公式戦でも防御率5.40と調子は戻らずそのままレギュラーシーズンを終えた。プレーオフ日本シリーズはベンチ入りもできなかったがアジアシリーズでは予選リーグ第3戦の対チャイナスターズ戦で8回6点リードから4番手として登板して1イニングを投げクリーンナップを3者連続三振に抑えた。春季キャンプの2月4日 1> 第1クール最終日に第1子と対面するため、3級で欠席した。2月27日の紅白戦で先発して3回6、失点と炎上し、同日、鎌ヶ谷駅となり、3月15日の教育リーグの先発を最後にリリーフとなった。2軍で10試合で、防御率0.79と高騰し、4月24日に1軍へ昇格すると、5月5日の対、 オリックスバファローズ戦で6回3点ビハインド2市1塁から、登板して、三振に切り抜けて3点の援護、7回も無失点に、抑えて、さらに3点援護を得て、プロ初の9援勝利を果たした。5月16日の大落点戦では5回1点リード、1市万塁から登板して、走者一走三塁打で3失点と、9援失敗したが、高橋真嗣のスリーランホームランなど4点の援護を、 得て2勝目を挙げた。5月27日に同点からの登板で高騰して3勝目を挙げ、6月10日の対巨人戦では9回1点リード1し、1三塁から登板してプロ初セーブを挙げた。6月20日の対広島戦で5回2点リードに、四万塁のピンチを切り抜け、8回にソロ本塁打を許したものの4勝目を挙げ、交流戦優勝マジックを1とした。 6月30日の対オリックス戦では7回3点リードから1イニングを無失点に抑えてプロ初ホールドを記録した。7月7日の千葉ロッテ戦では8回同点から登板して3イニング無失点の高騰で小屋の栄一のサヨナラ弾を呼び5勝目を挙げた。5月から7月までの23試合で5勝をしたが、登板の半数は9円失敗するなど安定感は欠いた。 8月12日の西武戦では8回2点ビハインド、1C12 類からアレックス・カブレラを閉ずに打ち取り、9回に3点の援護を得て、球団史上初の1級勝利で6勝目を挙げた。9月2日のソフトバンクとの周囲攻防戦で8回1点ビハインド、1C12 類から投板して、閉鎖で切り抜け、 9回も三者凡退に抑えると、工藤隆人の逆転サヨナラタイムリーにより自己最多の7勝目を挙げた。昇格後一度も抹消なくフル稼働していたが4度目の3連投となった9月16日の対ソフトバンク戦後に右肘の痛みを訴え、9月22日に出場選手登録を抹消され、その後も痛みが慢性化していたため、 都内の病院で左手首の人体を右肘に移植する右肘側腹人体再建手術を受けた。11月7日に浜ヶ谷でジョギングなどを行い、リハビリをスタートした。同年は怪我のためポーストシーズンには出場できなかったが、42試合に登板して自己最多出場を更新し、防御率も初の3点台を残して、チームのリーグ連覇に貢献した。 4ヶ月間のノースロー期間を終えて、2月のキャンプ中にキャッチボール、4月にブルペンでの投球を再開した。シーズンの大半をリハビリに費やし、1軍への出場はなかった。7月29日のイースタンリーグ公式戦隊、西部戦で7回から2番手として登板し、三浦隆にソロ本塁打を許したが1イニングを投げ1失点で実戦復帰を果たした。 2軍で7試合に登板して、シーズンを終えた。4月下旬のファームから小林茂コーチのもとで、サイドスローに転向し、5月22日に1軍へ、昇格し、同日本拠地で行われた、タイヤクルト戦で8回1点ビハインド2し2塁から、竹内真一を空振り三振に抑えて、ピンチを切り抜け、8回も三者凡退に抑えて1、軍復帰登板を果たした。 6月5日の対巨人戦で2007年7月7日以来の3イニン,ングを投げ満塁にする場面もありながら無失点に抑えた。6月10日の対横浜戦で7回同点から登板し先頭打者を三振に抑えたが続く日社に連打を浴びて後板、後続を宮西久雄が抑えたことで術後初ホールドを記録した。7月11日の対千葉ロッテ戦で6回1点リードの 場面で登板したが、同点打を浴び、先発、八木智也の白星を消したものの、2イニング目は三者凡退に、抑え、味方の援護により、術後初勝利を挙げた。8月11日から8月15日の期間は3試合連続ホールドを、挙げた。9月10日に、一旦2軍に降格し、9月20日に最小を隠した。10月6日の体西武戦では、 延長11回同点1シム走者の場面で2者を連続頃に打ち取って立山義則につなぎ2年ぶりのリーグ優勝決定となる金子誠のさよなら犠牲フライを呼んだレギュラーシーズンは防御率も3点台で終えて45試合に登板し故障からの復活を遂げたうち十三試合が三点差以内の僅差登板で主に同点や僅差ビハインドの場面で活躍し リーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズ第2ステージでは4試合中3試合に登板した。10月21日第1戦では2点ビハインドから山崎武史に走者一層に塁打を打たれ、点差を広げてしまったがチームは逆転勝利した。10月24日、第4戦では1点リードの場面で4番5番をフライに打ち取ったが、トットリンベンに塁打を打たれ、左打者。 中村雅人を迎えたところで降板となったが、変わった林昌藩が打ち取ったことで、ポストシーズン初ホールドが記録され、チームも日本シリーズ進出を決めた。日本シリーズでは3試合に登板した。10月31日第一戦では7回1点ビハインド、1死に3塁の場面から登板したが、李昌陽に追加点を許した。11月3日、 第3戦でも8回1点ビハインド2進13塁の場面で起用されたが、安倍晋之助に追加点を許した。11月7日、第6戦では8回2点ビハインド2進12塁で、アレックス・ラミレスを空振り三振に抑えたが味方の追撃は及ばず、同試合で日本シリーズ敗退となった。自身は、自責例で終えたが、なしが正隆監督の期待には応えられなかった。 開幕を一軍で迎えたが、開幕第2戦となる3月21日の対、ソフトバンク戦で7回1点リードにし無双者の場面から国語勇気に同点の二塁打を浴び、翌日3月22日の同カードでは9回15点リードの場面から登板し、先頭打者のサードゴロを飯山博氏がエラーしたのをきっかけに集中打を浴び4、失点し、 翌日3月23日に二軍降格となった。横浜時代2010年4月1日に石雄也との交換トレードで横浜ベスターズへ移籍した。移籍当初の背番号は52。4月3日に神宮球場で入団会見を行い、4月4日に出場選手、登録され一軍へ昇格すると、同日の対ヤクルト戦8回1点リードの場面で、 遺跡初登板して三者凡退に抑えて、遺跡後初ホールドも記録した。4月6日に早くもクアトロエースとして横浜リリー夫人の仲間入りとなった。遺跡後7試合連続無失点と好投を続けていたが、4月20日の退巨人戦で7回同点の場面で登板して三者凡退としたものの、続く8回に西一塁から連打で満塁として、立証用に、 押し出し支給を与えて降板し、遺跡後初黒星を起死した。続く4月24日からは5試合連続ホールドを記録した。その後金差ビハインドでの起用が続くと調子を崩し、5月26日の対オリックス戦では8回に点ビハインド無シ、1・2類の場面から投板して2失点、9回にも3、失点するなど、救援失敗が続き、大差での投板も増えた。 7月15日に2軍降格となるが8月8日に再昇格し8月21日からの6試合で無失点の高騰など調子を上げ9月に入っても維持した5連投目となる9月9日の対巨人戦では4回3点ビハインドの場面から投板して三者凡退に抑えた直後に5点の援護をもらい遺跡後初勝利を挙げた9月11日には 自身最長の7連投を経験し、その間の実績点は0だった。続く9月14日からは5試合連続で9円失敗し、9月23日に2軍降格となり、そのままシーズンを終えた。最終的に自己最多の54試合に登板した。オフの12月6日に2011年度の背番号が日本ハム時代と同じ27に変更されることが発表された。 開幕を一軍で迎えた。僅差で投げるリリーフとして4月15日からの13試合で、自責点0と好調でその間に2勝を挙げた。5月20日から4試合連続ホールド、6月4日からは10試合連続、無失点と好騰した。7月4日に、落合博光からの監督推薦により、オールスターゲームに初選出された。なおファン投票では、中継投手部門の2位だった。 7月18日から再び4試合連続ホールドを上げた。オールスターゲームでは7月22日第一戦で2回から登板して初出場を果たしたが、元同僚の伊藤義雄にタイムリーダーを浴びた。7月24日に、故郷、日本製紙、クリネックススタジアム宮城で行われた第3戦では7回から登板し、2イニング目の8回には中村剛成、T 岡田。 中田翔といったパリーグの強打者3人を3者連続三振に抑えて無失点と高騰した。8月5日までにチーム最多の44試合に登板していたが発熱により出場選手登録を抹消された。精密検査の結果ウイルス性髄膜炎と診断されて入院した。8月26日に一軍へ復帰すると9月に入ってからは 前任の走者を返す場面が二度ありながらも、自身は9月10月の19試合を、防御率0.005ホールドで終えた。最終的に登板数、ホールド数も、自己記録を大幅に更新し、防御率も初めて2点台で終えた。2月23日に、右肩痛を発症し、春季キャンプを中盤で離脱した。五月十七日に、JXNEOS 野球部との二軍練習試合で、 約3ヶ月ぶりに実戦復帰した。オールスター直前の7月13日に一組へ昇格し、同日の対広島戦では危険級退場となった2番手の福山博之に代わって6回3点ビハインド無シ、一二塁の場面から急遽登板したが、長打3本を浴び後失点を喫した。翌日7月14日の同カードでは8回3点ビハインドから登板したが、 向井雄一郎にソロ本塁打を浴び、これが横浜 DNA での一軍最後の登板となった。翌日7月15日に抹消され、イースタンリーグでも31試合で防御率5.29と立て直せずそのままシーズンを終えた。2012年11月5日に、神、内安氏、田村一氏、吉川照明との交換トレードで山本翔吾、 吉村祐希と共に福岡ソフトバンクホークスへ移籍することが発表された。背番号は00。周期キャンプにも参加した。5月4日に一軍昇格したが、当番4試合中3試合で失点するなど結果を残せず5月20日に二軍降格となった。8月10日に再び一軍昇格し、8月15日の大西部戦で横浜時代の2011年5月7日の対、 阪神タイガース戦、以来831日ぶりに移籍後初勝利を挙げた。シーズン終盤は、失点が続きに軍に降格したが、10月6日のファーム、日本選手権では8回途中から抑えで登板し、1回、1、3を投げ4者連続の凡退に抑え、優秀選手賞を受賞した。ソフトバンク時代の投球フォーム6月15日に1、軍へ昇格し、 6月22日の対巨人戦でシーズン初登板を果たしたが連続にルイダを打たれて失点し1試合のみで7月3日に2軍へ降格した8月8日に最昇格して8月13日の対楽天戦で2点ビハインド 1C12 類の場面で登板し4番アンドリュー・ジョーンズをサードゴロに打ち取ったが金子圭介が悪送球エラーして 点差を広げる形で降板となった。8月15日に2位オリックスとの首位攻防戦で3点ビハインドから登板したが、先頭打者に本塁打、西から連続タイムリー。翌8月16日に2軍へ降格した。2軍ではウエスタンリーグ2位の14セーブを挙げた。10月31日に球団から戦力外通告。戦力外通告の際に、 ソフトバンク球団取締役から関東地区担当のスカウトとしての残留、別の取締役からグループ会社のソフトバンクコマースサービスへの入社のいずれかを勧められた。本人は現役続行を希望していたことから2014年11月9日に第1回12球団合同トライアウトへ参加し、シートバッティング形式で対戦した4人の打者を無安打に抑えたほか、 ストレートで最速時速1 4 5トルを計測した。トライアウトの直後にはソフトバンクの編成部が他の11球団に対してエジリを獲得する意思の有無を確認。どの球団にも獲得の意思がないことを編成部長経由で11月12日に知らされたため現役引退を決意した。11月22日にソフトバンク球団より引退が正式に発表され、 同月24日の球団ファン感謝祭、ファンフェスティバルで、エジリの引退セレモニーを開催した。前述のようにソフトバンク球団から、球団スカウトへの就任、ソフトバンクのグループ企業へ入社の選択肢を持った、打診を受け、2015年2月1日付で、ソフトバンクコマースサービスへ入社し、クラウドマーケティング推進室に配属された。原則として、 社員の兼業を禁じている同社から特別に承諾を得た上で土日曜日を中心に野球解説者としても活動2015年からは東日本放送の楽天戦中継2016年からは北海道テレビの日本ハム戦中継で随時解説を担当しているソフトバンクが運営するスポナビライブでも2016年のサービス開始から DNA 戦の中継に出演。当初は解説に専念していたが、同年8月13日の対広島戦中継では、同級生でソフトバンク時代のチームメイトでもあった、斉藤和美を解説者に迎えて実況デビューを果たした。また、2017年の第4回 WBSCU-12 ワールドカップでは、早稲田大学の先輩、 西俊久が監督を務める U-12 日本代表の投資コーチへ就任。サラリーマンとしての業務や野球解説者としての活動と並行させながら野球指導者としての第一歩を踏み出した。背番号は27。2018年にソフトバンク球団へ出向となり、球団広報を務める傍ら3月24日から東日本放送のスポーツ情報番組も エスポでメインパーソナリティを務める。2019年9月18日にヤフオクドームにて記者会見を開き、ソフトバンク球団の子会社として同年8月1日に設立したスポーツ選手のマネジメントや元スポーツ選手のセカンドキャリア事業、イベントプランニングを行う新会社、エイクロバッツにて事業、戦略、企画担当として従事することを発表した。 2020年からは新たにスタートする野球リーグ、北海道ベースボールリーグの特別講師に就任することを発表した。エイクロバッツでのセカンドキャリア事業の一環であり、日本ハムを退団してから久しぶりの北海道での活動となる。7月12日にリーグ公式ツイッター上で8月7日の1日のみ、レラ・ハンクス・フラのビリシーと契約を結び現役。 復帰することが発表された。次年度よりリーグに参加する石狩レッドフェニックスの球団設立を記念したプレシーズンマッチとして石狩青葉球場で行われた8月7日のリーグ第41回戦で登板している。サイドスロー君のスリークオーターから平均球速約時速1 4 4トル最速時速1 5 3トルの速球と横に 曲がるスライダー、カットボール、フォークボールを投げる。高校3年生時の球速は時速 130km ほどで、入団直前の最高球速は時速 147km。2003年のイースタンリーグ湘南シーレックス戦で時速 150km を2度記録したが、オフに 150km を投げても年俸は1円も上がらないと分かったと。 速球へのこだわりを捨てた。日本ハム時代に右肘を故障して1年以上1、軍の試合に出場がなかった際、当時投手コーチを務めていた子、小林茂の勧めで、サイドスローへ転向した。2010年周期キャンプで、小花隆夫監督から配られた、個別のチャートに空振りを狙いに行く投球を否定され、打たせることに主眼を置く投球へと意識を変えた。現役時代は、 花粉症にも悩まされた。予備校時代に仲間と宮城球場を9500円で借り切って草野球をしたことがある。端正な顔立ちで家族思いで礼儀正しいとされる。2001年12月21日の日本ハムドラフト入団会見で記者からの大島康則監督にはどのような印象を持っていますかという質問に小学生の頃はファミコンで チャンスに強いバッターとして使わせていただいておりましたと発言し、大島を苦笑いさせた。2009年の週刊ベースボール誌のインタビューでは、4位以下の指名ならば拒否するつもりだった。今の日本ハムではエースになれないために入団しなかった、と語っている。横浜遺跡が決定した際に、ユニホームに日本ハムの選手全員にサインを書いてもらい、 その後の遺跡会見で感極まって涙を流した。一部報道の予想では当時の日本ハム監督、梨田正隆は、江尻の横浜への遺跡を強行に反対したが、フロントは契約交渉が難航したことと若手を使って欲しいことを理由に一周し、以後監督とフロントの対立の火種になったとされている。2009年リーグ優勝のビールかけの時に、ナース姿のコスプレを披露して、 話題を呼んだ。2011年3月11日の東日本大震災では、実家、仙台市の家族は無事で、被災地へ100万円の義援金を送った。同年6月には10試合当番ごとに被災地へ、自動対外式所再動機を送ることを発表し、同年は自己最多の65試合に当番して2012年1月12日に6台を寄贈した。日本ハムへの入団当初から、 日本経済新聞を愛読。現役引退後は、そ,その一環で、古巣のソフトバンク球団や、読売ジャイアンツの球団事務所もたびたび訪れているという。現役からの引退後にソフトバンク球団スカウトへの就任ではなく、ソフトバンク C&S への入社を選んだのは、同社を推薦した球団、もっともビジネスマナーが身につかないうちに、 メーカーとの会議への同席を命じられたことから、後にネットマーケティング検定を受験。営業活動のプレゼンや資料の作成に必要な IT 関連のスキルも短期間で身につけたという。エジリは自身の境遇について、挑戦することが生きがいだったプロ野球選手が現役を退いたことを機に、サラリーマンという安定した立場に転じても、モチベーションを探すことは難しい。 今の自分は株式会社プロ野球という大きな枠組みの現役プロ野球選手部門を卒業してビジネスマン部門にいる感覚と現役選手として戦い続けることへのモチベーションを持ちながら生きている。プロ野球選手だったことは生涯を終えるまでついて回るので今後も元プロ野球選手という肩書きにプライドを持ち続けたいと述べている。テレビ番組映画 ありがとうございます。